B1 でやることといえばたった一つだろう。さっさと武器を抜け、陽介。ネルストルーン。口では守ると言っておきながら実際は何も守れやしない。それが今のお前の姿だ。はっはバッカどもが、まだわかんねえのか。てめえらはここで終わっちまうんだよ。いてえか、もうすぐ楽にしてやんぜ。そんなの決まってるじゃん。ナオト君と戦いに来たんだよ。下に見てた人に負けるってどんな気持ち？私の気持ち少しは分かったかしら？あれ？ごめんね、まだゴング鳴ってなかった。どうして迎えに来てくれないのよ。早く行きたいの。ここじゃないどこかへ。さあ一対一のガチンコバトルよ。クンズホグレッツ差し合いましょう。ここへ行きたい。もっとアッゲッ。どうしてそんな向きになって拒絶するのさ。本当は興味あるんじゃない？天の尺のテレヤさん。何者って？クマはクマ相当クマよ。それじゃあ虫けら諸君バイバイクマ。これ考えるのはよせ。暖かい殻の中でじっと目を閉じていろ。安心してください。僕だって死にかけのボフとシャドウワーカーに入ったばかりの自動人形が相手じゃ少し物足りません。ほら、君が強くなるように改造してあげるよ。でも死んじゃったらごめんね。いいわよ、世界が滅亡する前にあんたたちをラストライブに招待してあげる。さあリングいいよ。いけ。くそ、ゴングは閉めないわね。気に食わないものは好きなだけぶっ壊しちゃえるなんて素敵。ありがとう。はあ、あんたほんとめんどくさいのね。やる気がないならさっさと死んでよ。はい、テルサラ。ああ、私が何したって言うのよ。何にも知らないくせに。うざいうざい、壊れちゃいなさいよ。よーし、ワコードたちよ、お兄さんにドーンとかかってきなさい。かかってこいよ。てめえ程度でも肩慣らしにはなったぜ。で、次に壊されてえのはどいつだ。さあ処刑の時間だ。順にあの世へと送ってやろう。来い。哀れだな、ゲスらしく命乞いでもするか。力のみが物を言うシンプルなルール。さあ俺のたぎりを沈めてくれ。リングインだ。とっとと死ね。結果だけを欲すればいい。破壊という結果をな。ではもう話すことはありません。リミッター解除、戦闘モード移行、対象を殲滅します。死をもって償え。この体こそがお前らの罪そのものだ。え、あ、これですか。いいんですよ、このくらいのハンデが必要でしょ。僕は子供なんですから。
回やってもいいけど、結果は同じだろうね。ごめん、頭悪くてわからないかな。ほんまはな、1対1でギリギリの戦いをしろって命令やってるけど、なんやもうええみたい。せやから、ここからはうちの好きにさせてもらうで。ありがとね。もろいな、もう壊れてしまった。もう少し遊んでいってよ。